あんまりおじいちゃんおばあちゃんに会えてなかったので、久しぶりに会えてよかったです。お盆休みをふるさとなどで過ごした人たちの U ターンラッシュが始まり、JR 名古屋駅は今日、家族連れなどでにぎわいました。 JR 東海によりますと、東海道新幹線上りの自由席の乗車率は最高で 90% となり、大きな混雑はありませんでした。